S&Y 工房。こんにちは、チョロスケです。焼きメロンです。突然だけどこの間こんなソフトを買ったんだよね。このゲームは？鉄道日本リアルプロっていうゲームの特急ロマンスカー小田急電鉄編ってやつだね。地元の路線があるっていうことで思わず買ったんだけど、ジョイコンだとまあやりづらい。で、ここのところよく見たら、なんとスイッチ用のワンハンドルコントローラーが存在してると、あるなら欲しいなーって思ってたところ、とある下僕が買ってくれました。はあ、誰が下僕だ。じゃあ返してもらおうかな。すみませんでした。ありがとうございます。大事にします。じゃあ早速開けさせてもらおうか。あ、逆さだ。じゃじゃーん。電車で号線用ワンハンドルコントローラー。電車で号線用って言ってるけど使えるんだねー。ん？箱にまだ何か入ってるな。は。クリスマスプレゼントメッセージ。さらすんじゃないよ。さあお待ちかねのコントローラーを見てみよう。お。箱に接続方法が書いてあるから取説読まなくてもすぐ使えそう。箱に接続方法は書いてあったけど別に取扱い説明書とかもちゃんと入ってるみたい。スイッチのドックとつなぐタイプだからスイッチライトには対応してないと。本体は全長約256mm、奥行き約147mm、高さ約145mm の重さは約1kg で、ケーブル3メーターもあるのか。長いかなって思ったけどでかい画面でやるってなったらちょうどいいのかも。短かったら画面めっちゃ近くなっちゃうもんな。さあ、今度こそコントローラーを出すよ。さすがライセンス商品梱包がしっかりしてるな。おっと。USB が個室に入ってた。勢いよく箱から出すのは危なそうだね。追記のロゴが入っててちょっとかっこいい。あとこれ繋いだ時に気づいたんだけどロゴ部分光るからさらにかっこいい。本体はプラスチックだけど質感は割といいね。つや消しブラックになってるから安っぽさがない。これ USB だから Steam 版とかにも対応してくれてたらいいのに。うん？レバー上には行くけど下には下がらない？なんでだなんでだ。とまあ、後で分かったんだけどハンドル横に見えづらいけどボタンがあって、それを押さないとレバーが下がらないようになってるんだよね。ちゃんと本物見たく操作するようになってんだねー。説明書にも書いてあった通り一部ないボタンがあるけど、電車で GO とか今回プレイするゲームには使わないボタンはついてないみたいかな。他にもホームボタンとかジョイコンについてるボタンはほぼほぼあるね。早速スイッチにつないで使い心地を試してみよう。というわけで、鉄道日本リアルプロ、特急ロマンスカー小田急電鉄編をプレイするよ。この辺なんかいろいろ書いてあるけどまあ特に問題ないっしょ。この時チョロスケは見てなかった。ここにかなり大事なことが書いてあるの。一番早く一区間終わる急行小田原線、多摩線のステージで試してみようか。ワンハンドルコントローラー来る前に我慢できずにちょこっと遊んでた痕跡が見えるけど、お気になさらず。フライング、だからジョイコンだとやりづらいって言ってたんか。おお、本当に新宿のホームだ。リアルだね。リアルプロっていう名前なだけあるわな。次は代々木上原に止まります。ホームドアよし、点灯よし。あ、4ノッチまでしかないんだ小田急線って。だから勝手に4に戻されるのかな。あれ、ノッチ戻したはずなのに非常停止入っちゃった。なぜ？戻すの遅かったとか？そうかもしれない。制限40。うん？今度は1ノッチしか上げてないのに4まで入っちゃった。敏感すぎる。アレックスか？よくわからないけどコントローラーがうまく反応してない？何か違う。違う？ノッチが戻らない。ほほう。でもこのゲームに対応はしてるのよね。パッケージにも書いてあるからね。なんでうまく動作しないのか。レビューでなんかリアルプロだとなんとかって書いてあったんだよな。
読んでなかったな。とりあえずもう一度確認してみよう。もしかしたら気づいてない間に変な操作しちゃってたかもだしね。次は代々木上さんに止まります。ホームドアよし、点灯よし。ん？やっぱり戻らない。ブレーキ入れても反応してくれないし、困ったな。制限40。なんか操作方法間違えてる？あ、全然関係ないけど BGM 変えられる。うむ、今は全く必要ないな。ノッチ4まで一気に入っちゃうし、ブレーキしてもうまくブレーキが効かない。なんだろう。となんやかんややってる間にまた運転打ち切りに。ちょっとコントローラー設定確認してこよう。はい、ってなことで確認してきたところ、なんかこのコントローラー用の設定があったみたいで、それが原因だった。ちゃんと最初に注意書き出てた。今度はきちんとコントローラー設定したから大丈夫なはず。決して裏で練習なんてしてないからね。出発進行。今度はちゃんとノッチが切り替わってくれる。これなら次の駅まで無事に着けそうだ。設定してないとき車内ガックガクだったもんな。しばらく走ってみるから風景を楽しんでね。運転の仕方がダメとか、技術的なことには目をつぶってちょうだい。最初は気づかなかったけど、左の中央あたりにある速度と、ここのスピードメーターがちゃんと同期してるんだね。当たり前なんだろうけど、ちゃんと作ってあるんだなーって感心しちゃった。横からの風景はよく見る、というか車内からの風景だから見慣れてるんだけど、こうやって前からの景色ってすごくワクワクするね。ロマンスカーとかじゃないとこういう風景は見られないからね。南新宿通過します。このゲームさ、風景ってやっぱ実写なのかな？公式サイトで、鉄道会社の協力のもと実車両の運転室から撮影した本物の実写映像で運転を楽しめますって書いてあるから実写みたいだね。ほえー、やっぱそうなのか。自分が映ってたら嬉しいだろうな。永久保存版よ。まあ、映ってるところらへんには住んでないから夢のまた夢だけどな。コントローラーの話ではないんだけどさ、このゲームロードがめちゃ長いんだよね。だからプレイしてるとちょっとテンポ悪いなって思っちゃう時がある。このゲームが気になってる人は、ロードが長いってことだけ覚えておいた方がいいかも。あとこのコントローラーだとやっぱり運転しやすいや。このブレーキをかけるところもすごいやりやすい。ジョイコンだとアクセルからブレーキ、ブレーキからアクセルに戻すときに、ボタン連打しなきゃいけなかったから大変だったんだよね。ちょっとお値段張るけどその価値はあるなって感じはするね。ただね、小さい頃見てたのが2ハンドルだったから、個人的には2ハンドルの方が好きだったりする。このゲームを2ハンドルでプレイしたいっていうわけでは全くないんだけど、
ただツーハンドルが好きだなーっていう独り言。無事に一区間走り終えた。ちゃんと設定すればこういう風に、ワンハンドルコントローラーで運転シミュレーションできるよ。最初の注意書き読んでればこんなややこしいことにはならなかったけどね。痛いところを疲れた。というわけでこちらのスイッチ用ワンハンドルコントローラー使ってみたわけだけど、やっぱりジョイコンでやるより専用ってだけあってやりやすさが段違い。やりやすさもそうだけど、ちゃんと運転してるっていう雰囲気も味わえるからいいもんだね。今のところ操作性とかは全く問題ないんだけど、唯一気になる点が、コントローラーが艶消しになってるから、油分がついてコントローラーがテカっちゃうっていうのが個人的にすごく気になる。手袋あった方がいいかもしれない。気分も上がるしちょうどいいかも。このスイッチ用ワンハンドルコントローラー気になった方は概要欄にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてね。今回の動画はここまで。最後までご視聴。ありがとうございました。